南部沿岸戦線、南北戦争の南部沿岸戦線、南部沿岸戦線は、アメリカ合衆国の南東部海岸地域、サウスカロライナ州、フロリダ州、アラバマ州、ミシシッピ州、ルイジアナ州及びテキサス州、及びミシシッピ側の南部、ルイジアナ州ポートハドソンから、南で起こった主要な陸軍と海軍の軍事作戦行動である。内陸部での作戦行動は、 ミシシッピ側の東で起こったものを西部戦線に、ミシシッピ側の西で起こったものを、ミシシッピ川流域戦線に含める。ウィリアム・シャーマンの海への進軍の到達点として起こったジョージア州海岸での作戦行動は西部戦線に含まれている。アメリカ合衆国国立公園局によって作られた作戦の分類では、これらの戦闘を定置海岸戦線と、1、 メキシコ湾接近作戦行動と呼んでいるが、本校で用いられるものよりもよりきめ細かなものにっている。国立公園局の小さな方面作戦は省略し、いくつかはまとめて大きなくくりにした。この戦線での国立公園局分類のうち31の戦闘のみを承述する。1861年のポートロイヤル遠征が加えられているが、これは、 国立公園局の分類には入っていない。南部沿岸戦線の主要な部隊は、北軍による海上封鎖戦略に沿って、サウスカロライナ州チャールストンやジョージア州サバンナ、ルイジアナ州、ニューオーリンズなど主要な海港をめぐるものにな。これらの海港が封鎖あるいはそれに近い状態となった。後では、チャールストンの場合はそのものの占領に向けて、ニューオーリンズの場合は、 ミシシッピ川上流に向かって川全体の支配という向きに進んだ。その合間を縫うように、フロリダ州でも比較的小規模な戦闘が続いた。1860年、アメリカ合衆国大統領選挙で、エイブラハム・リンカーンが当選した後間もなく、サウスカロライナ州はアメリカ合衆国からの脱退を宣言し、その後に続いた6州とともに、 1861年2月7日にアラバマ州モンゴメリーを暫定首都としてアメリカ連合国を形成した。アメリカ連合国はその領域内にあったアメリカ合衆国の砦のうちチャールストン港に浮かぶサムター要塞を除いて4箇所を接種した。当時のジェームズ・ブキャナン大統領は抗議したがサムター要塞に補給を試みて失敗したこと以外軍事的な行動を取らなか。 3月4日、リンカーンが大統領に就任宣誓し、脱退は法的に無効であるとして合衆国の継続を呼びかけた。4月に入って、リンカーンはサムター要塞への物資のみの補給を行うことをサウスカロライナ州知事のフランシス・ W ・ピケンズに通告したが、アメリカ連合国政府は要塞の降伏を要求することにめた。 4月12日朝に要塞に対する砲撃が開始され、4月13日午後要塞の守備隊長、ロバート・アンダーソン少佐は、砦の降伏を飲んだサムター要塞の戦い、各して南北戦争が始まった。フロリダ州のアラバマ州境寄りにあるサンタローザ島には、1861年秋に北軍の守備隊が入ったピケンズ取があり、 南軍は10月9日に、砦のダッシュを目指した。南軍の九州で一度は守備隊を破ったが、北軍に援軍が到着して、南軍は本土に戻った、サンタローザ島の戦い。南大西洋封鎖戦隊にとって、チャールストンとサバンナの港を封鎖することが、主要目標となり、そのためには燃料を補給したり、艦船の修繕ができる拠点が必要となった。 そこで攻略目標とされたのがチャールストンとサバンナの中間サウスカロライナ州海岸にあるポートロイヤル湾だったこの湾の入り口の両側は南軍のウォーカートリデとボーリガードトリデが守ってた北軍サミュエル海ドゥポン海軍将官はそれまでのアメリカ海軍としては最大となる77隻の艦船を率いて1861年11月3日ポートロイヤル湾に至り 11月7日に砦に対する砲撃を開始した。その日の午後にウォーカートリデが陥落し、続いてボーリガード砦も落ちたポートロイヤルの戦い。北軍戦隊は補給基地を確保できたが、そこから陸路チャールストンとサバンナに向けて進行する作戦は父として進まなかった。ポートロイヤルの後では北軍の目標はサバンナ港から、 大西洋への出口にあるプラスキトリデに向けられた。そこはアメリカ軍の砦だったが、ジョージア州が脱退した後で、南軍が占領していた。北軍はまず、大西洋に突き出たタイビー島を11月10日に占領し、そこから砦に向けた砲撃を行う、準備のために5ヶ月を要した。1862年4月10日、プラスキトリデに対する砲撃が始まり、 南軍の大砲をほとんど沈黙させた。翌11日も砲撃が続き、南軍は降伏した、プラス一人での戦い。この砦の陥落で、サバンナ港に向かう水路が閉鎖された。西メキシコ湾封鎖戦隊の攻撃目標は、連合国最大の都市、ルイジアナ州ニューオーリンズだった。ニューオーリンズに、メキシコ湾から至るには、湾に長く突き出たの中にある水路を進まねば、 ならかったが、その過程の唯一の障害は、ニューオーリンズから約70マイル下流のヘッドオブ、パシーズにある、ジャクソン取りとセントフィリップ取りという二つの、石造りの取りだった。1862年4月14日までに、デビッド・ファラガット海軍将官の率いる西メキシコ湾、封鎖船体26隻の艦船は、デイビッド・ディックソン・ポーター海軍大佐の船体を加え、 ベンジャミン・フランクリン・バトラーのメキシコ湾方面軍18000名を乗せてミシシッピ側に入りヘッド・オブ・パシーズ近くに集結した。トリデに対する砲爆は4月18日に始まり24日未明にはファラガットの指揮する17隻の艦船がトリデの間の水路を通過し3隻は戻った南軍船隊と交戦してこれを破ったジャクソントリデ セントフィップトリデの戦い。4月25日の正午、ファラガットはニューオーリンズ市の前に怒りを下ろした。ジャクソントリデとセントフィリップトリデは孤立してしまい、絶え間なく、砲艦から砲撃されて4月28日に降伏した。その後間もなくベンジャミン・バトラー少将の部隊が、戦闘もなく降伏したニューオーリンズ市を占領した。 この南部最大の都市の占領は南北戦争の展開点となり国際関係でも重要な出来事となった。その後もルージアナ州の州都バトンルージュとナチェズが北軍の手に落ちた。1862年6月になって陸路チャールストンを脅かす動きが始められた。北軍はチャールストン港の南にあるジェームズ島を占領しようとして6500名の部隊を上陸させた。 6月16日、南軍は勢力で北軍の3分の1に過ぎなかったが、セセッションビルのラムナー砦で北軍の攻撃を撃退したジェームズ島の戦い。その後北軍はチャールストン市を包囲し、6月21日に市内に補給物資を運び入れている鉄道を妨害するために動いた一個連隊が南軍の一個連隊の宿営地を吸収して回送させた、 シモンズブラフの戦。北軍は南軍への貿易製品、物資及び武器の出入りを妨害することを目論んで、大西洋とメキシコ湾の連合国海岸の封鎖を行ったが、チャールストン港の奪取までには結びつかなかった。1863年4月、北軍は海陸共同でチャールストン港の占領を目指したが、4月7日に起こった第一次チャールストン港の戦いでは、 北軍の鉄飛服に一石が沈められただけで撤退した。1863年7月10日、北軍はチャールストン高校に浮かぶモリス島のワグナー砦に攻撃を始めたが撃退された第一次ワグナー砦の戦い。7月16日、ワグナー砦への攻撃から南軍の目をそらすために北軍は再びジェームズ島に上陸して、 グリムボールズランディングの戦いを起こしたが、決着はつかなかった。7月18日、北軍は、再度、ワグナー・トリデーの攻撃を始め、アフリカ系アメリカ人からなる、第54マサチューセッツ連隊が先方を務めて、激しい白兵戦にまで持ち込んだが最後は撃退さた。北軍は参戦した5000名のうち1515 15名の損失を出すという高い損失率になった。 第2次、ワグナー砦の戦い。北軍は2度も撃退された、ワグナー砦の包囲を、はじめ、第二次チャールストン港の戦い。8月17日からは、この島からサムター要塞やチャールストン市内への砲撃を行って、かなりの損傷を与えた。最終的に9月7日、北軍はワグナー砦を占領し、9月9日には、 サムター要塞への上陸を試みたが撃退された第二次サムター要塞の戦い。サムター要塞やチャールストン氏は南軍の支配のままに残った。北軍の海上封鎖の下に置かれたフロリダ州のメキシコ湾岸では1862年6月30日に一隻の北軍砲艦がタンパ湾に入り、艦砲を街に向けて降伏を強要した。 町を守っていた南軍の砲兵中隊はこれを拒絶し、散発的な艦砲射撃がその夕刻から翌日、昼過ぎまで続き、北軍砲艦は撤退した短波の戦い。1862年5月に北軍の砲艦がニューオーリンズからミシシッピ川を遡り、ルイジアナ州の州都バトンルージュに達して、そこを占領した。 北軍は5月29日までに援軍を送りその占領を確実にした。南軍のミシシッピ川東岸の軍隊を指揮していたアール・バン・ドーン少将はバトンルージュを再ダッシュすればニューオーリンズの回復も可能になると考え、ジョン・ブレッキン・リッチ少将が指揮する部隊に川の船体をつけてバトンルージュ攻略に向かわせた。8月5日、バトンルージュの戦いが始まり、 南軍は一旦北軍を押し込んだが、北軍は川の砲艦が支援できるところまで退いて持ちこたえた。南軍の船体はうまく陸の部隊を支援できなかった。その直後の8月9日、ファラガット帝督の船体がルイジアーナ州ドナルドソンビルの街を襲撃した。この街からはミシシッピ川を航行する北部の蒸気船に大砲が打ちかけられたことがあり、その報復のためだった。 ファラガットは街の前に砲艦を止めて砲撃し、その後上陸部隊が北軍に対してゲデリデラ戦を行っている部隊の指導者宅などいくつかの建物に火をつけた。その後は蒸気船に対する砲撃がなくなった第一次ドナルドソンビルの戦い。フロリダ州北部ジャクソンビル近くのセントジョンズ川には北軍の艦船が川を航行するのを妨げるために南軍が セント・ジョンズ・ブラフに砲台を築いていた。北軍は、ジャクソンビルを占領し、その一帯の支配を確保するために砲台を落としておく、必要性があった。1862年10月1日、北軍の海陸共同部隊で砲台への接近を開始し、南軍は2日の夜に砲台を放棄した、セント・ジョンズ・ブラフの戦い。メキシコ湾方面軍のバトラー将軍は、 バイユー・ラ・フォーシェ地区の南軍勢力を排除するために遠征軍を組織した。1862年10月25日、北軍はバイユー・ラ・フォーシェがミシシッピ側に流れ込むドルドソンビルに到着した。バイユーの東岸を進んだ北軍は10月27日にジョージア・ランディングの戦いを起こし、バイユーの両岸に分かれていた南軍を個別に排除した。 国軍はこの地区の支配を確立した。1863年3月3日、南大西洋封鎖戦隊のデュポン提督は3隻の総甲艦で、ジョージア州海岸のサバンナに近い小さな砦マカリスター砦への艦砲射撃を行った。これは、土盛リの砦に艦砲がどのくらい効果があるかを試す意図もあり、砦は落ちなかった第一次マカリスター砦の戦い。 北軍ナサニエル・バンクス少将が1862年暮れにメキシコ湾方面軍を任され、ユリシーズ・グラント少将がミシシッピ側の上流にあるビックスバーグを攻めるのに連動して、その下流のルイジアナ州ポートハドソン攻撃を命じられた。ニューオーリンズを立ったバンクス軍を遮ったのは南軍のリチャード・テイラー少将が指揮する小規模な西ルイジアナ軍だった。 1863年4月12日、ビスランドトリデにこもった南軍と北軍が交戦を始め、戦いは翌日暗くなるまで続いた。テイラーは北軍の別動隊が背後から迫っていることを感知し、トリデを放棄して撤退したビスランドトリデの戦い。翌4月14日、テイラーの軍は北軍の別動隊と遭遇してアイリッシュベンドの戦いが始まった。 テイラーは、砲艦の援護も得たが、勢力で劣ったままだったので海戦を避けて撤退した。さらに3日後の4月17日、テイラーは、バンクス軍の進行を遅らせるために、バーミリオンバイユーに架か,かる橋を焼いた。バンクス軍が橋までたどり着くと砲撃戦が開始された。その夜、テイラーは再度その軍を退いた、バーミリオンバイユーの戦い。バンクス軍は、 最初の目的地アレキサンドリアを経て最終目的地であるポートハドソンへの進軍を続けた。ポートハドソンに迫ったバンクス軍の先見次第が1863年5月21日イーストバトンルージュ軍のプレーンズストアで南軍の少数部隊と遭遇して戦闘を始めた。ポートハドソンを出た南軍部隊も駆けつけて前線したが結局は撃退された。 この結果、ポートハドソンからの最後の撤退路が閉ざされた、プレーンズストアの戦い。バンクス軍は5月23日までに3万内し4万名まで、勢力が膨れ、ポートハドソンを取り囲んだ。ポートハドソン守備隊は、フランクリン・ガードナー少将が指揮する約7500名の物体だった。バンクスは早くこの要塞を片付けて、グラントの応援に向かいたいと考え、 ガードナーはできる限りその防衛を引き伸ばして、バンクス軍を動かないようにしておくことを望む。5月27日の朝、バンクス軍は要塞に対する最初の攻撃を仕掛けたが、大きな損失を出して撃退された。バンクスは包囲戦を敷いた後に、6月14日に再度攻撃をかけたが、この時も損失を出して撃退された。7月に入ると、要塞の中の物資も尽きてきて、 戦い続けることが難しくなってきた時に、7月4日のビックスバーグ陥落の知らせが届いた。7月9日、48日間に及んだ、包囲戦の後、南軍守備隊は降伏した。北軍はこの戦いで5000名近い損失を出したが、さらに病気で5000名が倒れた。南軍の戦闘による損失は750名。 病死250名を数えたが、残っていた6500名が、捕虜になった。北軍はこの大きな損失の上に、ミシシッピ川全域の支配を成し遂げた、ポートハドソンの包囲戦。ポートハドソンの包囲戦が行われていた1863年6月、南軍のテイラー少将は、北軍の供給性を脅かし、ポートハドソンを包囲している。 バンクス軍を撤退に追い込もうと考えた。テイラーが派遣した、遠征隊は途中で北軍の部隊、船舶及びプランテーションを襲った。ニューオーリンズで留守を守っていた北軍から、南軍の襲撃を止めさせるための部隊が派遣され、6月20日、ラフォーシェ軍のラフォーシェクロッシングで、両軍が介して小競り合いとなった。戦いは、翌21日の夜まで続いたが、 最後は南軍が撤退したラフォーシェクロッシングの戦い。南軍は北軍が支配するドナルドソンビルの再ダッシュに向かった。そこには北軍がバトラートリリを建設していた。6月27日の真夜中から南軍による砦攻撃が始まり、砦の前の大きな溝で南軍の進撃が止まった後で北軍の砲艦が駆けつけ援護射撃をした。 南軍は何度か攻略を試みたが、損失を出し、最後は撤退した第二次ドナルドソンビルの戦い。ポートハドソンの守備隊が降伏した後の7月11日、北軍はドナルドソンビルにニコ手段を送って内陸部も抑えようとした。7月13日にコックのプランテーションに到着したところで、南軍と出会い押し戻された。北軍は小規模な南軍部隊に敗れ、 ドナルドソンビルまで退却したコックプランテーションの戦い。9月に入ってバンクス将軍はルイジアナからテキサス州への進攻を考えた。これを援助するためにグラント将軍が送った手段の文献隊がアチャファラや川沿岸で7月29日に南軍と遭遇した。南軍の騎兵隊が立ち回って北軍を破り多くを捕虜にした。 スターリング・プランテーションの戦い。1863年10月26日、北軍海軍の2隻の艦船がフロリダ州タンパ近くヒルズバラ川岸に立つブルックトリデを砲撃した。これは、陽動攻撃であり、北軍の陸軍がタンパのバラストポイントから上陸して、南部の封鎖突破船2隻を捕獲し、1隻を自沈に追い込んだ。 南軍の反撃で北軍の陸戦隊はいくらかの損失を出したブルック砦の戦い。北軍の南部方面軍はすでに1862年から支配下に置いていたフロリダ州ジャクソンビルを拠点にしてフロリダ州北部を襲撃しいくつかの成果を上げていた。1864年2月20日、北軍がフロリダアトランティックガルフ鉄道に沿って レイクシティに向かっている時にオラスティ駅近くで南軍と遭遇し、フロリダ州では最大の戦闘となったオラスティの戦いが始まった。北軍は損失率40%という南北戦争の戦闘の中でも最大級の損失率を出して撃退され、ジャクソンビルに引き返した。8月17日。 フロリダ州北部のゲインズビルを占領していた北軍が南軍に吸収され大敗を起死したゲインズビルの戦い。フロリダは地理的に戦争全体の戦局には影響しなかったので、これ以降ほとんど作戦行動はなくなった。南北戦争の最終盤となった1865年3月6日、フロリダ州の州都タラハー近くセントマークス川にかかるナチュラルブリッジで、 タラハシーに向かっていた北軍が南軍小部隊の抵抗に愛とかを果たさなかった。南軍は近くの大学、後のフローリダ州立大学の学生や年長者が大半の部隊だった。この結果タラハシーは占領を免れアメリカ連合国に加入した州の州都としては唯一占領されなか州都となったナチュラルブリッジの戦い。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。